このですね、ハシビロコ、野生ではですね、アフリカなどの大変暖かな地域に住んでいる鳥です。数が大変少なくなってきている鳥でして、野生下では数千羽いればいいと言われている数が少なくなってきている鳥です。日本国内ではこちらにいるハシビロコを含めましてもですね、13羽のハシビロコが動物園などで飼育されているのみとなっております。そうですね、日本国内のハシビロコの中で一番長寿のハシビロコとして大変有名なのが、ここにいるハシビロコの名前をですね、ビルと言います。ビル君が一番長寿のハシビロコとして大変有名です。今ですね、非常に元気よくお食事しておりましたけれども、本命マッチのビル君もすでに43年以上生きている大変長寿なハシビロコなんですね。今は食事の時間なのでよくですね動いておりますけれども、ハシビロコウといいますとテレビや本なんかではですね、動かない鳥としてですね紹介されている鳥です。ハシビロコウがですねあまり動かなくなったのには理由がありまして、野生のハシビロコウ水の中に入りまして自分の足元に餌の魚がやってくるとじっと何時間もですね待ち伏せをして狩りをしますので、あまり動かなくなります。はい、それではですね、お水を飲みます。ちょっと、ね、はい、もうですねだんだんお腹がいっぱいになってきたようで最初の食いつきなくなってきております。体の大きさに対しまして、いかに食べる鯉の量ですね、それほど多くありません。このですね、バケツの中にいる鯉すべて食べてしまいそうなんですけれども、ちょっと多めに入っておりまして、数匹でお腹がいっぱいになってしまう時が多いですね。ちょっと飲み込みやすいように小さめの魚を与えておりますが、この大きなくちばしにはちょっと小さめの魚を取りづらいみたいですね。20年はすごいね。はい、それではだんだんお腹がいっぱいになってきたようですね。ビル君ですね、食べ終わりましたらこちらのバケツ一度引き上げさせていただきたいと思います。このままにしておきますと他のですねお魚を食べる鳥にですね取られてしまいますので、またビル君が小腹が空いた夕方の時にですね持ってきてあげようと思いますのでご了承ください。それではですね、ビル君まだ食べますか？ずっと見てる。はい、それではですね、だいぶお腹がいっぱいになってきたみたいで、あまりですね動かなくなってまいりましたので、こちらでハシビロコウのご飯タイムですね一度終了させていただきたいと思います。ハシビロコウをご覧になりたい方はぜひこのままご覧いただければと思います。はい、今ですねあちらにお兄さんがですねリスザル君が入ってくるですねネットのですね穴を塞いでくれております。入ってきちゃったんですか。はい、ビル君リッチギなのでちゃんと挨拶をしてきますよ。本当だ。
今クラッタリングと呼ばれるですね、くちばしを鳴らし合わせる行動をしてくれましたね。ハシビロコウ、あまり声が発達しておりませんので、今のようにですね、くちばしを鳴らし合わせてコミュニケーションをとります。挨拶をするとき、人間と同じようにですね、頭を振りながらですね、お辞儀のような仕草をしてくれますね。はい、非常に頭がいいのでですね、顔と声を覚えてくれるんですね。何年ぐらい生きるんですか？40何歳でしょ、これ。ハシビロコウのですね、こちらにいる年齢のお話するとよく寿命聞かれるんですけど、ちょっとハシビロコウの寿命がほとんど分かっておりません。数が少ないからか、ちょっと解明されていることの少ない鳥でして、ちょっと寿命も分かっておりませんので、ヒル君ですね。あんまり関係ないですか？大体気温が、まあ、下がってきて、なんかちょうどいい気分ですよね。じゃあ大体これくらいかなっていうのは、あまり毎日日によって違うっていう。そうですね、やっぱその日の機嫌やら体調やら。外で寝ることってある？なんか今まで何回か1回も部屋に戻らなかったっていうのも時々あるみたいですね。やっぱりあるんだ。